初代ポケモンの謎の技、しねしね光線を実機で実際に打ってみる動画、始まるよ。どうも、大木戸先生撃破 RTA 研究者、略しておせけんです。しねしね光線、なんだその破滅的なネーミングセンスは？しねしね光線は、初代ポケモンの7つ目のジムで登場する謎の技名よ。公式でそんなのが出てくるのか？7つ目のジムはクイズ形式になっていて、クイズに正解すると楽に進めるようになっているの。ポケモンクイズ。正解するとドアが開いて次へ進めます。間違えたら弟子のトレーナーと戦っていただきます。なるほど、シンプルでわかりやすいギミックだな。そして、ここで出されるクイズがこれ。技マシン28とは、しねしね光線、AR？ マジでしねしね光線が出てきた。この明らかにネタとして登場した技を、現実に変えるための研究をしてきたわ。そんなことできるのか？では、バグアイテムや間口をポチッとな。見た感じ特に変化は起きてないぜ。ここからひたすらクイズに挑戦していきます。ちなみに、技マシン28って本当は何の技なんだ？本来の技マシン28の中身は、穴を掘る、よ。全くかすりもしてなくて草。ではそろそろクイズマシンも痺れを切らす頃ね。しねしね光線の存在を信じて、ひたすら誤答を続けるやべえやつ。あれ、反応が変わった？おお、なんか技マシン28遅れたぞ。信じる者は救われる。では早速使っていきましょう。技マシンを起動した。中には、しねしね光線が記録されていた。ええ、しねしね光線の技マシンじゃん。早速妙に覚えさせていきましょう。さすが何でも覚えるポケモン、しねしね光線も余裕で習得可能か。151匹目の伝説のポケモンが全技を習得できるってめちゃくちゃいいわよね。秘伝技要員としてもめちゃくちゃ優秀だぜ。1、2の、五感。リュウは指を振るの使い方をきれいに忘れた。そして、リュウは新しく、しねしね光線、覚えた。マジで覚えちゃったよ。それでは早速ステータスを見てみましょう。実機でマジでしねしね光線を習得できるもんなんだな。大技特有の PP5 になってるわね。実際に使ってるのが見てみたいぜ。やっぱりせっかく覚えさせたんだから、実際にぶっ放してみたいわよね。早速うちに行きましょう。うちに行くって、一体どこへ？そりゃあこんなヤバそうな技を覚えたんだから、うちに行く場所なんて決まってるでしょ。ひょっとして。向かう場所は、マサラタウンの大木戸研究所よ。出た。空を飛ぶでマサラタウンへレッツゴー。大木戸博士、逃げてくれー。どんなバグ技もその身で受け止めてくれる、そんな大木戸博士を尊敬しているわ。とは言っても、実際大木戸にどうやってしねしね光線を打つつもりなんだ？しねしね光線を大木戸に打つために、5回、というバグアイテムも準備しておいたわ。エレベーターの回数のボタンを取ってきたのか？では、ポチッと押して早速大木戸と戦いましょう。うわ、例によって急に戦闘開始だ。それでは、対戦よろしくお願いします。ボツトレーナーデータのはずなのに、あまりに手軽に呼び出されるじいさんだぜ。早速自分は引っ込んでケンタロスを繰り出してきたわね。そりゃポケモンバトルだからな。そんなの甘いわ。大木戸にちゃんと戦ってもらいましょう。どういうこと？5回で大木戸を引っ張り出します。は？これで大木戸にしねしね光線を当てる準備が整ったわね。いやいや、なんだこのバグ技？大木戸が肉弾戦してるぞ。さすがはスーパーマサラ人ね。ではしねしね光線を食らえ。結構正統派なビームだー。大木戸博士？はい、無事大木戸博士撃破完了です。ついにポケモンバトルですらなく大木戸を直接撃破しやがった。妙も貴重な経験を積んで喜んでいるわ。大木戸博士、消滅してるんだが。さすがはしねしね光線、名前に恥じない威力ね。これってひょっとして、フィールド切り替えても帰ってこないんじゃ。それでは皆さん、良いバグポケライフを。ご視聴、ありがとうございました。